村松、ああ、完璧なトンネル。素晴らしいトンネルでしたね。そのミスをなくしてほしいんだよ。併殺ができるところで、記録にならないようなエラーをするのが問題だな。どの上さん頼みます。村松と福永は守備が怖いんです。落ち着いて打球を処理してくれればゲッツー。しっかり居残り練習してくださいね。明治大学の先輩を助けてくれ。打撃はいいけど、その分守備に不安が残るな。今のトンネルはあかんすよ。昨日は打撃が良かったから、今後の課題として守備を磨いてくれ。期待してるぞ。立浪ノックで特訓や。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。